2024年5月20日、5チャンネルにこんなスレが立った。20代正社員、4分の1が、子供欲しくない。正社員でも子供がいらない？早速スレを見ていこう。就職情報サイトのマイナビが20日に発表した20代の正社員を対象にした意識調査によると、4人に1人が子供を持つことに消極的だった。お金が足りない、増税、物価高の中、自分のことで精一杯で育てる責任が持てないなどの理由が目立った。若年層の経済不安が少子化問題に影を落としている。調査は2023年11月17日から20日にインターネットで実施し、20代の正社員の男女から回答を得た。有効回答数は585件だった。20代正社員に子供が欲しいか聞いたところ、37.0% が、漠然といつか欲しいと思っていると答えた。ただ、どちらかというと欲しくないと考えている、15.1%、どんなことがあっても欲しくないと考えている、10.4% の回答が合計 25.5% となり、4分の1以上が子供を持つことに消極的だった。子供を欲しくないと考えているのは、20代後半男性が最も高く、29.7% に上った。ついで、20代後半女性が 27.4% だった。理想の年収についても尋ねた。平均は589万7千円だった。実際の年収は364万9千円で、理想と現実の差は224万8千円だった。男女別で見ると、男性の理想の年収は平均686万4千円で、実際の年収は同392万9千円。理想との差は293万5千円だった。女性の理想の年収は471万1千円で、実際の年収は同329万2千円。差は141万9千円だった。男性の方が理想と現実の年収差が大きい傾向にある。マイナビキャリアリサーチラボの朝日奈あかり研究員は、日本型雇用の衰退とともに昇給が不確実になるなど、経済的な不安を抱える若年層が増加した可能性がある。企業は賃金の調整だけでなく、リスキリング、学び直し、やキャリア支援を積極的に提供することが求められると話した。欲しくても経済的に不安だから作れない、が正解。×子供欲しくない、丸、子供育てる賃金が得られそうにない。いや、両方正解で矛盾しないよ。そういうアンケート結果でしょ。金はない、給料は上がらない、再雇用のジジイの介護ばかり。自分たちが40、50代になればリストラの可能性。これじゃ子供なんて持てないでしょ実際。この流れじゃね。今の若者も、自分たちが50代になってもリストラされないために、少子化推進。我々の世代で会社を日本を終わらせるみたいな考えあんじゃね。一生低賃金がほとんどだしな。小ガチャは外れると悲惨そうだしな。競馬見てるとわかる。20% でしょ？そんなもんじゃね。30代くらいからリアルになってきて考えるのはどの世代も通ってきた道。こなし税と未婚税の導入が急がれる。子育てできる富裕層は仮想民に金を渡す立場だろうよ。何を勘違いしてんだか。寂しいと思った時にはもう手遅れ。人生いろいろ、好きにすればいい。ペットを飼えば可愛いし寂しくないよ。整形だらけだもんな今の日本人。不細工だから、もっと整形しないといけない。特に、田舎の人は歯並びが汚い。田舎でもそこそこの家の子供は歯並び整ってるけどな。今の子供は歯並び格差でかいよね。子供がいたら同年代からずるいと思われるくらいには優遇しないと子供なんて増えないよ。子持ち様とか言ってるうちは減る一方。結局、親が家族や子供の重要性、楽しさを教えられなかったんだよな。親の因果が子に報う、先人の言葉は正しい。さすがにここまで来ると産んだら子供にありえんレベルで恨まれる。生まれてすぐ海外で育てられる家庭は10人でも産め。欲しくない、じゃなく諦めてるんだろが、若者のせいにしてんじゃねえよ。欲しくないじゃなくて作れないだろ。いろんな意味で作れない。悪妻は100年の不作というのも先人の言葉。100年の不作って要するに子孫が絶えるってことだからな。真面目な普通の両親なのに、ガキが2人とも暴走族入って月に何度か警察が来るようになった同級生の家見てると大変だろうなとは思う。俺が子供を作らない理由がそれだわ。俺は真面目にグレずに生きてきたけど、もし俺の子供がグレたら、俺自身にグレた経験がないから対処できない。それを考えると恐ろしくて子供なんか作れない。グレるがどの程度を指すかわからんけど、ヤンキーやドキュンがいない地域ってやっぱあるもんで、そういうとこで産み育てるとそうひどい子にはならないよ。ソースはうち。女はキャリアの中断が気になって卵子凍結してるらしい。そこまでするような仕事につけて羨ましいわ。ただの雇われなのにな。単に社会に洗脳されて先送りしているだけ。4人に1人と格闘を感じるが 25% でしょ。だいたい今でもに、3割が独身なんだから普通では？今のに、3割の独身には子供が欲しくても結婚できなかった層が多く含まれるだろ。25% がいらないってなるとそれに欲しくても持てなかった層がプラスされる。
どんなことがあっても欲しくないってのが 10% だよ。ここに LGBT なんかを勘案するとかなり少ないと思われる。やはり独身税とこなし税の導入しかない。独身税は35歳以上が対象で、こなし税は医学的な問題で不妊の場合は免除で、もちろん診断書の提出あり。文句言われるけど、もうこれしか政府ができることないんだよな。貧しすぎて子供も持てない貧困ジャパン、地獄の自公政権で貧しくなる一方の日本を象徴するニュースだな。日本以下の所得の先進国も存在するけど、日本より出生率高いよ。なので金だけの問題じゃない。各国それぞれに事情も思想も違うから何とも言えないけど、日本に限って言えば金じゃないかな。統計がそうなってるし。教育環境とか社会の環境とか、こういう社会に子供を産み落としたくないという人もかなり多いと思う。外国でなら子育てしてもいいけど日本じゃ嫌だって。海外で子育てって金がなければ日本より悲惨でしょ。基本的には将来ある程度賃金が増えていく見込みが大きければ出生率は上がっていくよ。でもうんこ政治家とうんこ役人はその逆に進んでるからな。成長する海外の方が希望が持てるってね。世界一重税国家に生まれる子供たちの気持ちも考えよう。子供は可愛いぞ。自分の命より大事だわ。子供嫌いだった俺がこうなるんだから。お前らならもっといい親になると思うぞ。俺はいろいろとパパ号は下手くそだったが、愛情があればどうにかなるなと思った。可愛いからこそ、自分には育てるのは無理やなって断念するんやで。難しく考えるなよ。昔は8人兄弟とか普通だったろ。一緒に飯食って世間話して、公立なら高校までただ、大学も地方なら国公立でいいし、俺も息子に科学と数学と英文法だけは教えてるわ。一緒に勉強しながら思い出しつつ、できることなら替え玉したいくらいだが。そもそも快楽の結果だしね。体外受精とかあるでよ。気持ちいいもんでもない場合もある。でも接種はしたい。8割。接種もそれほどでもないのでは？今の若い子って性欲も薄いんじゃね。少子化は経済より宗教の問題の方が大きい。産まないことを厳罰に処する戒律とかシステムがないと社会は維持できない。人事部のない会社みたいなもんやで。結局のところ結婚にしろ子作りにせよ昔から親から親類縁者から周りがやいもやいのプレッシャーかけてきてたわけで、自由になって日本もおかしくなったってことやね。子供欲しい人がこんなにいるとは、やっぱこことは全然違うな、若いから。これは正社員にアンケートだから、恵まれた人は子供が欲しいのかも。あーまあ学生時代から付き合ってる人がいたり、職場の先輩も出産したりしてればそうだろうね。今まで自民党がしてきた少子化対策は全て間違っていたということになる。少子化対策したいなら、地方公務員を増やせばいいだけ。単純に公務員倍にしたら倍増えるよ。こんな簡単なことができない。要は金。それはそう。学歴やルックスに恵まれない奴から優先的に地方公務員に採用すればよい。女は後からついてくる。ルックスを取ってても学歴高卒でも公務員ってだけで婚活圧倒的に有利だからね。緊縮で人権費削るなんて暴挙したから少子化なんだよ。こんなのデータ見たら誰でもわかる話。20代とか結婚すらしたくない年頃でしょ。4分の3もおることの方が驚き。普通は20代で結婚するよ。時代が違うんですよ。今でも結婚年齢の中央値は女性が27歳、男性が28歳。40歳以上の独身子なしに重税化して見せしめにする。そうすれば若者はビビって結婚して子供を産み育てる。日もても結婚するために自分磨きスキルアップするようになる。これで解決。40歳過ぎて独身子なしは逮捕すべきだと思う。その社会にしたフェミニスト政治こそ逮捕されるべき。バイクにフェミニスト政治が独身子なしから徴税することこそ犯罪レベル。憲法で子育てを国民の義務にして、放棄している者は非国民として逮捕して刑罰を科せばよろしい。出会いが少ない社会にしたフェミニスト。エロへの抑圧社会にしたフェミニスト。その社会にしたフェミニスト政治こそ売国であり逮捕されるべき。売国フェミニスト政治が独身子なしから徴税することこそ犯罪レベル。まずそういう社会にしたフェミニストが責任逃れはゴミ。優生保護法だってフェミニスト政治が推進した。20代はな、後々後悔するよって話よ。でも20代で早めに経験しておくと後々楽だと思うわ。何のために生まれてきたんだ？子孫を残すために生まれてきたんだぞ。人それぞれ、別に子孫残すのは義務でもなんでもない。今のところ、ただ自分で子供残さなくても税金出して役に立ってやればいい。女に生活力を持たせた結果がこれ。ほんと女ってアホだよな。働かなくても食える時代に女性も働きたいとか言い出して、家で好きなことして適当に働きたくなったらパートやってやよかったのに、待遇改善しろって言って男の取り分取った上に、死ぬまで働く人生を喜んでるんだから、ほんと女ってアホだと思う。その時代の男は土曜日出勤残業当たり前だけどまさか今と同じ勤務で高級と思ってないよな。あまりにバカすぎて笑われるからネットだけにしとけよ。
前にごちゃんじじいがブサイクが淘汰されているだけだと言ってた。理路整然と語られた。しかにその通りだと納得せざるを得なかった。20年ぐらい前に雑誌の対談で当時大学で教えていた人たちが、最近の傾向を見てると顔のいい男は何度も結婚するが、そういう人はどちらかというとあまり勉強を好まないので、だんだん子供の顔は良くなるが勉強嫌いの子が増えるんじゃないかと言ってた。でもどうも4大卒で正社員になるような女性の方が産んでそうで、最近よくわかんなくなってきた。まあ統計でイケメン度が測れないからただのよた話だろうけど。間違ってはいないけどそれが全てってわけでもない。頭が悪くなるほど顔が見にくくなるのは事実。でも勉強はしないから高学歴ではないけど頭は悪くなくて成功してる美男美女もいる。日本人として生まれただけでも、超絶ラッキーだぞ。確かに安定しているふん。比較される機会は多いかもしれんが、大した差はないから、差があっても寿命が縮むわけじゃないし、法を守って誠実に生きてればある程度の生活はできるし、周りもそんな感じだって。だから、子供は作れよ。寿命も伸びるぞ。年代によるね。これから生まれる子供たちは超絶不幸だぞ。いやそうはならないと思う。むしろ最高の時代に生まれたと思うぞ。あと少しで日本はやっと独立できるだろうしな。だから散々言ってるやん。絶対に35歳以上エコなしで作ってプレッシャーかけに行った方がいいって。少子化させたフェミニストが責任取らず、こなし税を優先とか、まず選挙に勝てないのでは？フェミニストが害悪なのは間違いねえな。ついフェミとか今やき違いの巣窟やん。そもそも20代の7割が恋人いねえんだよ。子供どころか、恋愛にも興味ねえんだよ。んなわけない。ググればいいじゃん。それ未婚者のうちだろ。総数の割合ではない。いっそのこと全員地方公務員に採用すれば少子化解消だな。過疎化で自治体自体が潰れる時代だから採用しようがないよな。自民党が開けた穴は相当でかいぞ。これ、復活させるのはほぼ不可能。いいんだよ。採用だけして仕事は後から考える。何かあるだろ。潰れた会社が人を採用することはありえません。どう見ても日本の将来は暗いからな。消費税は 20% になり、年金は70歳からは決定事項。これでは子供から恨まれる。兵役調整もある。今でも自衛隊は人手不足だし、少子化による人口減は止まらないから、将来確実に兵役徴兵になる。徴兵されても病院から診断書もらって回避するだろ今の Z 世代なら。子供いる同僚見ても幸せそうではないからな、ああはなりたくないという感想しかない。あと10年か20年後には、お前を見てああはなりたくないと思う奴が現れると思うぞ。全然それでいい。俺は罰ゲームのような子育て絶対やりたくないから他の人が子育てやってくれるなら大歓迎だわ。俺みたいなのが爆増してるから少子化は進む一方、二度と子育てなんてやりたくねえって声も年々でかくなってるしな。独身子なし派少子化の責任取るべきだな。なんでも他人のせいかよ。努力不足だと考えないわけ？子供を作らない人の努力不足で少子化なわけだから、独身子なしはゴミなわけです。奴隷力が足りない、もっとだ、奴隷力が足りない、首だ、あなた、奴隷力足りない、もっとよ、俺、何のために生きてんの、独身税派よ。奴隷なんてならなきゃいいじゃん。奴隷になるやつはアホだけだよ。金の奴隷とかも IQ100 ないよな。必然的に金を効率よく吸い上げられるのが既婚子持ちという状態なのです。そこにはいただきブラック社会がワニのように口を開けて待っています。ですからその結婚、70歳まで住宅ローンを組んでしまってから後悔しても遅いのです。地方から都会の次第に行かせると1200万以上かかるよ。かといって地元の国立に落ちて滑り止めの地元 F ランク代で納得できるかという問題が。何が何でも国公立行かせればよい。勉強サボって私立の軽量入試で大学行こうとするから学費が高くなる。こなしはわかるが、独身はわからん。好きな人と結婚すれば一緒に入れて税金も優遇されるし、怪我や病気の時に頼りになるじゃん。いや、わかるだろ。籍入れたら簡単に別れらんねえし。元々の結婚制度が、子供ができた女から男を逃げられなくさせるための制度だと聞いた。戦前の日本は長男が家を守るためだね。長男じゃなきゃ結構適当に遊んでたでしょ。ああ、ごめん。日本だけの話ではなく、欧米などの世界の話。飲み会でも既婚は愚痴しか言わないから誘わなくなるよな。独身同士で趣味の話をしてた方が楽しい。それはあるな。家族持ちを飲み会に誘うと家庭の愚痴を言い出すんだよ。というか、愚痴に形を借りた。俺は家族を養ってるんだという自尊心の発露か。お前らのような気楽な独身者には家族持ちの重圧がわからんよとか、ちょっと独身者の俺たちを見下した言い方もするんだよ。そういうのが鼻につくから、だんだん飲み会に家族持ちを呼ばなくなって、独身者だけの飲み会へと修練されてくるんだ。今では学生時代のサークル仲間5人ぐらいと月1ぐらいの頻度で飲み会をやったり、たまに旅行に行ったりもするけど、参加者はみんな50過ぎの独身だわ。そういうのが楽しいから子供がいなくても、
寂しいとか感じない。お前独身なのに全然女っ気なさそうだな。こんな人生は嫌だ。若い頃は少しは女っ気はあったけど、今は全然ないよ。枯れたのか、早死ににだな、独身親父。うちは趣味があって今のところ20年一緒にいるけど離婚はないな。むしろ不倫とかならともかく、生活が一致しないとかで離婚する奴らはそもそもなんでそんな相手と結婚するのと思う。実際相性ではなく周りから圧力をかけて強引に結婚した人の方が多い実態なのです。そして我慢しながら仮面夫婦を続けある日限界が来るのです。いやそんなことないでしょ。ここの人の親でさえもう恋愛結婚世代じゃないの。お見合いの方がまだ多いのかね。俺が子供が不幸の死者っていうのがそれで、子育ての分担で険悪になって離婚する家庭マジで多い。家事の分担で揉めるんじゃない。子育ての分担で揉める。今の若い親はとにかく幼児と関わるのがうざい鬱陶しいめんどくさい早くどっか行ってのオンパレードよ。離婚の原因が子供っていうのはありそうね。その点こなし夫婦はいい。40超えても関係はほとんど変わらないし。実際は 98% くらいの人は本心では子供欲しいんだよ。でも、収入、容姿、コミュ力等における弱者だから、子作りする相手、主として結婚相手、に巡り合えそうになくて、強がりとか諦めで欲しくないとか言っちゃってるんだよ。もうそんな時代じゃないだろ。事実婚にして子供も作らなかったわ。今の50くらいの独身おじで、人生を謳歌してるのは非常に少ないと思うぞ。ほとんどが貧乏で自由がない生活をしてる。子持ちの方が子供できてから20年、謳歌できないイメージ。趣味に没頭する以上の価値があるからな。別に趣味ができないわけじゃないし。バカでもエフラン大学行くのが当たり前になって教育費がバカ高くなった。バカは高卒で働けよ。日本の少子化を止めるには、エフラン大学への助成金カットが必要だな。それなら新たに税金を1円も使わずに実施できる。エフランは資格予備校みたいなところが多いからな。そこ潰すと人材供給なくなる。本当に潰すべきなのは日東駒線みたいな中途半端なレベルの文系大学。おっと誰かが来たようだ。資格予備校、なら一般学問は不要。もっと社会で必要になる資格に特化した教育でいいやん。便器の塗り方とか。子供を作るのは結局は自己満なんだよね。社会に貢献したければ最低は3人作ってからでかい顔してほしい。子供連人のやつは平服しとけよ。独身男性こそ納税しまくって、年金対してもらえず死にやすいとされるのだが、独身子なしに年金なんか不要だろ。早死ににしたら社会貢献になるわ。尻滅裂で笑った。まさに独身男性は社会貢献が大きいということ。実質的な税金泥棒されてるからね、エリート層フェミニスト政治に。子供増えても段階過労が気になるわけで問題なんか常に解決しないものよ。諦めよう。ぶっちゃけ若い頃から国自体を諦めてるわ。こんな国に自分にとって大切になるであろう子供を残すなんてできないから20年前の時点から子供は作らない選択をしたわ。今でも間違っていたとは思ってないし。よくある言い訳テンプレだな。要するに子育て失敗するのが怖いだけやん。20年前からよく言ってるから俺が元かもな。まあ20年前からよく叩かれてたがここ5年くらいはほとんど叩かれなくなったわ。そうなのか、俺にはちょっと理解できない負け犬根性だな。ストレスで頭おかしくなるみたいだし、しょうがないよ、どんまい。たった一度の人生諦めて負け犬として受け入れると思うとかわいそうな人生だな。子供って独り立ちするまでにどれぐらい金かかるの？それ貯蓄した方がよくね？って思わないの？早死ににする独身男性がそんなに貯蓄してどうすんの？その人の勝手だろ。自分が死ぬ時に合わせて、日本が滅ぶことに使ったりするので。君が口を出す必要はない。平民をいじめるのが日本の伝統芸だから身分が低いと搾取の対象でしかない。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、58分、0秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。